はい、皆さんこんにちは。 YouTube 生命判断のスガッティでございます。今日もよろしくお願いいたします。今日はですね、こちら幸せいっぱい武田真嗣さんがですね、22歳年下のモデルさんと、結婚を発表されましたので、この2人の相性を占ってみたいと思います。そして後半は今後のこのチャンネル、 YouTube 生命判断のスガッティチャンネルについて、お話しさせていただきたいと思います。最後までよろしくお願いいたします。それではこのまま本題に入っちゃいましょうね。はい、それでは今日はこのまま本題に入らせていただきたいと思います。筋肉体操で再ブレイク中の武田真嗣さんが、モデルで歯科衛生士の静香まなみさんっていうんですかね、と結婚したことを発表されました。今日は新婚ほやほやなお二人の相性を占ってみたいと思います。すごいお綺麗ですよね。スタイルも抜群なんでしょうね。ドレスも似合ってます。はい、まずは武田真嗣さんですね。武田真嗣、8+5+10+9 です。毎度のことなんですけれども、今回初めて、このチャンネルご覧になる方のためにですね、一応お伝えしておきますと、よくね、この真嗣の字の字、嗅覚じゃないですよなんて指摘される場合があったりするんですけれどもね、そういった方は画数占いをね、あまり知らない方で、生命判断っていうのはこれ9字体でカウントするんですね。なのでこの文字は9で数えます。はい、こんな感じで、人のお名前、画数で人を占うときって、旧字体でカウントしますんで、現在の国語の辞書とか、教科書とか、実際に、1、2、3、4、5、6、7、8とかって、8画しかないんですけれども、実際に筆を運んだ回数とは全然違ったりしますんで、なので、ご自分で画数数えてみて、あ、自分は、32画だなとか31画だななんて思っても、おそらくね、数え間違えてますんで、このチャンネル、スガッティチャンネルにお問い合わせください。YouTube で占い結果を配信するスタイルでしたら無料でね、お伝えできますんで、占ってますんでね。はい。詳しくは後半、お話しいたします。1箇所、2箇所、3箇所、4箇所、5箇所のこの双角、32角が根っこになってます。人生のベースですね。双角は、棚からぼた餅のラッキーボーイ、32角です。その他、地元を離れた遠方の土地で活躍する15画、旅行って書いてありますね。これ遠くへ行って活躍するんです。そして、ストイックで職人気質の17画。とても職人気質なんですね。こだわりが強い数字なんです。そして、センスが良くて芸術肌な19画という組み合わせです。これで芸術肌書いてありますね。運と実力を兼ね備えていそうな、とっても恵まれた数列と言えます。はい、続きまして、奥様の静香まなみさんです。1箇所、2箇所、3箇所、4箇所、5箇所の双角28画がベースになっています。で、この名字が1文字の名字ですので、ここにカッコ1という例数と呼んでますけれども、カッコ1の数字が影響してくるんですね。例数について説明するとちょっと長くなりますので、先日、渡部健さんと佐々木希さんの相性を占った動画がありますので、そちらを検索して、スガッティ渡部健とか、スガッティスペース、佐々木希とかで検索していただければ、見つけると思いますのでね。はい。この28画。双角は、実績や成果を評価してもらいにくい、空振り数28画です。頑張っても頑張っても、なかなか努力が実らない。そういう数字なんですね。妊娠出産育児トラブルの数字でもありますので、子孫繁栄を阻害されるお家断絶数という働きが作用してしまいかねません。その他、何事もゴール手前で振り出しに戻されるリセット数20画、二足のわらじを履いて成功する三角関係数24画、そして感情の起伏が激しいアーティスト数9画、あとは家族がチリチリバラバラに分かれる美的センスの12画という組み合わせになっています。なので、歯科衛生士の傍ら、美的センスを生かしたモデル業で二足のわらじを履く生き方にはね、確かに向いてはいます。でも、なかなかその努力が報われにくく、中途挫折してしまいそうな数列なんですね。一番心配なのは、やっぱり妊娠出産育児トラブルですので、妊娠が発覚しましたら、なるべく早く仕事はお休みにして、で子宮のケアをするようにしてください。で、私、スガッティね、この子宮と膣のメンテナンスを専門にしているサロンを紹介できますので、もしよかったらね、スガッティまでご連絡ください。妊娠される前からね、子宮のコンディション、整えておいてほしいです、まなみさん。
はい、気をつけてください。そしてご結婚後はこちらですね、武田真奈美さんです。1箇所、2箇所、3箇所、4箇所、5箇所の双角25角がベースになります。結婚後の双角25角は女性がこれ持つと結婚後に運勢がアップしてくれるっていうね、女性にとても嬉しい大吉数ですから、もし結婚後へもこのモデルや芸能界での活動を続けられるようでしたら、このこれから授かるね、この武田真奈美の25角でこれで芸能活動されると、今までの空振り数とは真逆で運勢がこのように追い風になってくれますんで、参考にしてみてください。最後に、どんなラブラブカップルにも、どんなおしどり夫婦にも必ずある分かりやすい破局の周期というのをお伝えしておきます。この周期っていうのは、すべての夫婦にあるんです。みんな誰にでもね、別れの周期、破局の周期っていうのあるんですね。なのに、じゃあ絶対別れてるかっていうとそうじゃないんですよね。調べましたが、65% の夫婦は離婚してないんだそうです。なので、必ずしも別れることが決まってるよっていうんじゃなくて、運気がこれ向かい風になっちゃう時期があるんですよ。それが破局の周期っていうふうに私言ってるんですけれども、でも、たとえね、向かい風だったとしても、夫婦でしっかり回避すれば、いい意味で占いを外れさせること可能ですから、だから 65% の人たちはね、こうやって、いい意味でね、占いを外れさせてることができてるんですね。占いっていうのは、こうやって必ずしも当たるもんじゃないっていうこと、前提としています。占いが全てなんて言ってるね、占い師この間 YouTube でも見たんですよ。全ては占いが決めてるなんつってね、嘘つけって言うんだね。私は占いを、風だと思ってますんで、風向き。はい。確かに影響します。大きいんですよ。私も多少ね、ゴルフかじってたりしますんで、ゴルフなんかやってると本当に風はシビアですからね。だけど、生きてる上でもやっぱ風はシビアですよ。こっち向いたり、横風になったり、向かい風になったりするんです。でも、まあ努力したり、あるいは心がけによって回避っていくらでもできますから、そんなね、運勢で全て決まってるんで、嘘っぱち言っちゃダメ。はい。話それましたが、一応ね、お伝えしておきます。だから気をつけてくださいっていう、あくまでもね、目安ですよ。2023から2024年、プラマイ1年です。はい。これ10年周期で訪れますから、2033年から34年、2043年から44年、プラマイ1年もそれぞれ要注意だと思ってください。お二人の末長い幸せをお祈りいたします。で、武田さん、もしね、赤ちゃん授かりましたら、健康的な画数を名付けてあげたいと思うんで、ぜひその時もすがっていいにご連絡ください。LINE くださればですね、お答えしますんで。それではですね、後半はちょっとこのスカッティチャンネルの、今後についてお話しさせていただきたいと思います。はい、いかがでしたでしょうか。後半はですね、ちょっとこの YouTube 生命判断、まだ始めて1ヶ月ちょっとなんですけれども、始める前に想定してた状態とちょっと変わってきてますので、今後の運営についてちょっと考えながら、お話ししてみたいと思ってるんですけれども、このように YouTube 生命判断では、ご覧の一般の視聴者の方をですね、占うんです。こうやって YouTube をクッション、ワンクッション置いて占うんですね。これ多分日本でもね、初めてじゃないかなと思ってるんですよ。で、ただもちろん皆さんの、個人情報、お名前とか生年月日とかそういったことはもちろん伏せますよ。伏せた上でこうやって、公開して、無料で占ってあげてるんですね。だけども、まあ1ヶ月経ったところでちょっとお待たせしちゃってるんですよね。初めの頃にご依頼いただいた方々をちょっともう1ヶ月近くお待たせしちゃってるんですよ。で、これからの人は1ヶ月以上お待たせすることになっちゃうと思うんですね、申し込みから。で、かなりこんなにお待たせしちゃうのはどうしてかっていうと、その他にも YouTube 生命判断の他にも、そう、YouTube 生命判断っていうのは無料なんですけど、この他 LINE 占いっていうのをやってるんですよ。これは有料なんですけど、なんていうの、LINE を交換して、で、LINE のね、やり取りで占うっていうやつなんです。で、これだとね、YouTube に公開することはないんですが、まあ、より詳しく、書いてるんですよ。どれくらい書いてるっていうのもお見せしたいぐらい、もうすごい書いてるんですよ。バーってね。で、まあ、こちらほら、有料じゃないですか。5500円もね、いただいて、先にね、いただいてるのに、こちらをお待たせするわけにいかないので、まず私はこの LINE 占いの方から、書き進めて、書き終わったら、今まではですよ、この YouTube 生命判断の方々を、順番に、最初の順番の方からですね、書き始めてたんです。でも書いてるうちに、またこちらのオーダー入るじゃないですか。そうすると、もうすぐに途中でやめて、また LINE 占い書き始めて、
バーってね、こちらから片付けて、でこちら書き終わらないうちにまた次の LINE 占いが注文入ってとかってやってるうちにですね、全然無料の YouTube 生命判断が手につかなくなってきちゃったんですよ。それでお待たせしちゃってるんですね。ごめんなさいよ本当に。ちょっとね、計画してたよりも、まあ嬉しい悲鳴ですけどもね、あのご依頼が多くいただいちゃったんで、なので、今後はですね、もちろん LINE 占いは今まで通りびっしり書いてで、有料でお届けするんですが、こちらの YouTube 生命判断はびっしり書きません。はい、もうあの重要な部分だけ書いて、でこうやって口頭で占ってお伝えしようと思うんです、 YouTube でね。でそもそも私今までね、配信した35、6ぐらいあるその過去の YouTube の配信動画ご覧になってみていただくと分かると思うんですが、私毎回毎回こうビシーって書くんですよ。でそれをね、一緒に皆さん、視聴者の皆さんと一緒にね、こうやって見ながら占い結果をお伝えしてるんですけども、そうだ、占いって別に書かなくていいんじゃんって思ったんですよね。そもそも私どうして書いて占ってるかっていうとですね、まあ自然堂オープンして17年になるんですけど、最初の頃はですね、お客さん来て、来店してくれたお客さんをね、まあ占いでこうなんていうの、こう口頭でね占ってあげてたんですよ。焼き鳥焼きながらとか、洗い物しながらとかね、ドリンク作りながら、ビール継ぎながら、あ、恋愛運がこうですねとか、金運ないですねとかね、失礼なこと言いながらですね、こう口頭でただ占ってあげてたんです。何お兄さん占いできるんですかなんつって、あ、じゃあその後占ってあげますよなんつってね、あ、仕事運がこうですね、あですねなんて言って、お話しながら、まあビール一杯ごちそうになりながらね、乾杯なんて言いながらお話しながら、こう占いしてあげてたんですよ。だけど、まあ皆さんね、占い終わる頃には酔っ払っちゃって、で、へべれけで帰っていくじゃないですか。そして、またね、数ヶ月すると来店してくれて、で、お話ししてて、あれ、そういえば、この間来た時、占いしてもらったような気がするんですけど、とかって、あー、あの時ね、占った、占った、なんて言って、ちょっと忘れちゃったからもう一回占ってください、なんて言われて。で、まあ私もね、お話のきっかけになればいいと思って占いやってましたんで、で、じゃあいいですよ、なんて言ってね、また同じこと繰り返しお伝えしてあげて、で、また酔っ払って帰って、で、半年ぐらいするとまた来てくれて、で、あれ、確か2回ぐらい占ってもらったような気がするんだけど、忘れちゃったからもう一回占って、なんて言われて。で、また同じことを繰り返しお伝えしてあげて、で、またヘベレケで酔っ払って帰って、で、どうせ忘れちゃうんでしょうね、明日になったらね。で、そういうことをやってるうちに、忘れちゃうのはその人だけじゃないんだなってことが分かったんですよね。視聴者の皆さんも、どっかでね、占いの館とかさ、なんかお祭りで、こう、交差点のところでね、占いやってる人とか いたりしますよね。ああいうので、過去にね、占いやったことあると思うんですよ。で、占いしてもらった内容って、一言一句覚えてないでしょ？私もそうなんですよ。私だって、まあ、占いじゃなかったってね、学校の授業だって、これね、ノート取って聞いてたってさ、もう落ち帰ったら忘れちゃうじゃないですか。そんな感じで、人間って、こう、何話したかなんてことを、一言一句覚えてらんないってことが分かったんですよね。なので、私、伝える側として、私が工夫しないといけないなってことで、それから、こう、一人一人ですね、こう書いてお渡しするスタイルにしたんですよ。これ、こんなに。ね？見える？これ。こんなに書くんですよ。バーって。もう別にこれもう十何年前の人の占いだから、もう、ドタキャンした人のだから、こう、見せちゃっていいやと思っても。晒しちゃおう。誰なのかわかんないですもんね。そう。これぐらい書くの。わかる？魂込めて、書いてお渡しするようにしたんですよ。これでもう、忘れないようにねって言って。で、これぐらいだったらさ、お財布にも入るじゃないですか。メモ帳のほら、ポケットにも入るし。だからこれぐらいのサイズにしてね。びっしり書いて。で、だいたいこれ書くのに2、3時間かかるんで、この頃から予約制にさせてもらったんですよ。最初はね、予約なしで書いてたんです。焼き鳥焼きながらこう書いたりさ、洗い物しながら書いたりしてたんだけど、もう書けないし、焼けないし、焦がしちゃうしで、もうどっちも下手くそになっちゃって。だから、あ、これはダメだなってことで、私は占いを優先したんですね。もう焼き鳥は今やめて、占いやってるんですけど。だって、焼き鳥なんかどこでもあるじゃないですか。でも、スガッティの占いって、僕はなんていうの、自己流だから、日本中、世界中、どこにもないんですよ。で、かなり当たるんですよ。だから、もう、この占いのね、予約の方がいっぱい入るし、焼き鳥の予約なんかね、月に1回ぐらいしか入んないんで、もういいやと思って、占いにね、専念するように、今なってるんですけど、何の話だっけ。で、そう。で、そう、書いてお渡しするスタイルにしたってことですよね。で、ただほら、これ、
最初はね、焼き鳥焼きながら書いてたんだけど、書けないから、1日1人ぐらいしかそれ営業中に書くってなったらさ、2、3時間かかるんで、1日1人ぐらいしか売られなくなっちゃったんですよ。これ効率悪いなってことで、で、予約してもらえばさ、その来店するまでに書いて用意しておけるんで、別に4人でも5人でもね、予約しといてくれれば、その、びっしり書いてお待ちしてますんでね、やってたんです。ところが、これ、予約したけど、結局来なかった人たちなんですよ。これがやで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 、せっかく魂込めて書いてるのに来ないって何ってことになって、でもうこの辺からね、予約は LINE で直接お友達になった人しか占わないってもう心に固く決めたんですよ。もう口約束信じられなくなったんです。で、それからはですね、 LINE で予約してもらって、で LINE で結果を、お届けするっていう、これ書いたものをねお届けするっていうスタイルになったから、その延長で YouTube やってるんで、書いて占うっていうのがもう自分の中で当たり前になっちゃってたところがあるんですよね。でもそもそもなんで書いてたかっていうと、忘れないためにでしょ。でもさ、ただ口頭でお伝えしたんだったらちょっと忘れちゃうんだろうけど、もうほら YouTube で動画で保管してありますから、忘れたらまた見ればいいわけじゃないですか、動画をね。だから別に書く必要ないなってことを気づいたんです。あ、そっか、書かなくても占い動画配信できると思って。なので、今後はですね、YouTube 姓名判断の方は、無料です。そして、LINE 占いよりは多少後回しになりますが、今ほどお待たせしません。もう、どんどん私占ってですね、口頭で占って、で、どんどん配信するようにします。頑張って追いつきます。なので、どしどし、ご依頼お寄せください。はい、その代わり、これ動画だけじゃなくて文字として結果をね送ってくださいっていう場合は、これは LINE 占いと同じ扱いになりますのでね、書く労力があるんで、やっぱりこれは有料になっちゃうんですよね。でも YouTube 姓名判断は無料です。ただ口頭でお伝えするだけだから、配信するだけだからね、無料でやってますので、お気軽にお申し込みください。こっちじゃなくてこっちの QR コードです。こっちのね、こちらがお問い合わせお申し込みの QR コードになってますので、はい、どしどしお待ちしております。お電話でのお問い合わせはもう固くお断りしてますからね、こんなことを説明できないのだから YouTube でね、 YouTube じゃない、 LINE で、お問い合わせお待ちしてます。はい、なんか愚痴のような動画になりましたが、ごめんなさいね、なんかね、最後までご覧いただいてありがとうございました。それではまた明日お会いしましょう。ありがとうございます。Na na 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 na